ジャニーズ退所組の新たな挑戦、平野氏要とキスマイ北山の遺跡先候補とは、ジャニーズ事務所の退所騒動が続いており、キンプリ、キングプリンスの平野氏要、岸シ太、神宮寺ン太の3人がグループを脱退し、さらにキスマイフと2の北山博光も退所の意向を固めたと報じられています。 これにより、元ジャニーズのメンバーたちが次のステップとしてどこに移籍するかが注目されています。週刊、文原文芸春秋社によれば北山博光はジャニーズ事務所退所の意向を、固め現在は退所時期の調整を進めていると報じられています。 キスマイはかつてスマップへのマネージャーであった愛女子の派閥として知られていましたが、愛女子の退場後は藤ヶ谷太穂と玉森裕太だけが事務所からの優遇を受けるようになり、北山は居場所を見つけられなくなったことが退場の決意につながったとされています。 北山は現在、NHK ドラマ、正義の天秤シーズン2への出演が予定されていますが、同じくキャットタンへの亀梨和也も退場の可能性が浮上しています。亀梨はジュリー社長のお気に入りとされていましたが、過去に未成年女性との飲酒騒動で重い処分を受け、それが退場の引き金となったことから、ジュリー社長の方針に疑問を抱くようになったと噂されています。 さらに、亀梨は滝沢秀明氏の突然の退社劇にもショックを受けており、ジュリー社長との関係を遠ざけ始めているとも言われています。亀梨自身はまだ決断を下していないようですが、彼もまた退場の可能性があると報じられています。一方、キスマイフと2のメンバーは藤ヶ谷多保以外はすでに個人事務所を設立しており、 北山の退場後は表向きは個人事務所での活動となり、裏では滝沢秀明氏が関与する形を想定していると言われています。元ジャニーズのタレントたちは滝沢氏を起点に連帯する可能性もあり、山下智久や亀梨和也も彼らと合流する未来があるかもしれません。現時点では北山の正式な退場発表はなされていませんが、 キングプリンスへのメンバー3人はすでに退場し、今後の動向が注目されています。岩橋源住もアメリカの大手マネジメントと契約し、3人との合流を見据えていると報じられています。岩橋のバックにはウィル・スミスの親族が経営するコンテンツメディア会社と提携しており、海外進出を希望していたメンバーにとっては大きなチャンスとなるでしょう。 ただし、平野仕用については、ソロでの活動も噂されており、3人または岩橋を含めた4人での活動が不透明な状況です。ジャニーズ事務所では未成年の所属タレントへの性加害疑惑について具体的な声明を出しておらず、経営陣の退陣を求める声も高まっています。退所ラッシュが加速する中、ジャニーズ事務所は対応に追われることになるでしょう。